高木豊です。大木です。お願いします。はい、高木です。いいね。いいね。いやいいね。前回は、はい、貴重な話を入ってきました。はい、トラウトサインを聞いて、はい、あの大学行こうと思ったの。東洋大です。危ないね。私はエースだ。ないんだよ。思わなかった。じゃ断ったの。はい、そのなんで変わったの？大学行くって今あのタイム届けとかあるじゃないですか。ないじゃないですか当時は。だから大学行くって言っても指名されて、じゃあどうするんだって言ってたの。1年目かな。はい、1年目サード。その時サード入ってたの。なんでか知らないけどサードやるの。ポンスがホームラン打った試合ですよ。痛烈なサードゴロで、イレギュラーして、肩に。アウトしてるんですか？抜けてった。抜けてったけど、全然そうだよ。お金が入って、お金が入るじゃん。はい、まあ、PL の時はお金の使い道も分からないので、その時は必死で使えないと、はい、あんまり遊ばない、はい、で、1年経って、はい、まあ、給料が上がって、はい、まあ、遊べる金が入った。はい、まあ、寮生だったし、で、ゆたかさんちによく泊まってたじゃないですか。ゆたかさんち、いつも行って、いつもこれそんなってたの。社長に言われたの。社長って。おー、やっぱり、お前、抱かってたのか。俺はそれでも師匠って。あ、今はもう師匠。師匠。でもさ、寮生は、そこが禁止だったの。そこが大体。資源最初。寮生の大資源が。それで、いや、もう、だから、じゃあ俺の知ってる車屋さんに、お願いをして、その車屋さんの名義で買うことにした。そしたら足がつかない。ほんで、電話かかってきた。事故した。なんで事故したの？なんかあれ、流行りのドラマかなんかやった。俺が横乗ってたのよ。ね、あ、すみません、教師ビンビン物語が9時から始まるよ。あ、それに遅れるっつって。急ぐ。電信柱に突っ込んだ。マジですか？で、事故しましたっていうか、今どこでしたんですか？寮の近くっていうか、とりあえず帰る。で、念を押したのは絶対に現場に顔を出すの。知り合いの車屋さん生かすから。ご主人さん、犯人ってよく言ったもんだよね。現場に現れ。行っちゃったんすか？行っちゃったんすか？なんで行っちゃったんすか？だからね、やっぱ気になったの、シゲが。ほんで、寮に戻りました。とりあえず教室の見物語来ました。お前、よく見れるシーンじゃなかったよね。警察が、これ君のかって言ったら、はい。いいよだな。まっすぐっすね。いや、シゲ最初に家って言ったんですよ。あ、家って言ったんですか。あいつと二人乗りで行ったわけですよ。あいつもまたね、僕の車はどこかなって言ってで、車の近く行ったら、かいつんでピュッと出られた。へぇー。いや、聞こえたんじゃない。わかんない。それが証言じゃないですか。長浦のあの、ね、横須賀のあの、その自転車で行って。シゲは最初に。ありますよね。もう所属人だもんな。目は泳いでる。ありますね。何か趣味とか。趣味ってのはゴルフも楽しかったですけど、そんなゴルフ行かれでもないし、あんまり趣味ないですよ。まあ、今でこそゴルフはちょろちょろやりますけど、ギャンブルもあんまり好きじゃないし、まあ、そうパチンコもしないし。結構似てるの。何でもないんですよ。ゴルフぐらいですよ。あれ、キャンプの時とか、誰になったっけとか、テンションが上がるとか。あ、そういうのあるんですか？あるある。必ず若手はベテランと同僚だから。あ、ちなみに、この人はちょっと、テンション下がるなみたいな方っていらっしゃいます。意外と可愛がれましたよね。新浦さんもすごい優しい。だけど、スパイクだけちゃんと毎日磨くの。部屋の前に置いてあるから。だけど、あの、サンパルスだったんですよ、静岡。で、ホテルの目の前、パン屋なの。で、当時、先輩方ってみんなヘネシを飲むわけ。だから、当然俺は遅いじゃん、分かってたから。で、ニューラさんとかも帰ってプロ終わってマッサージとかするわけ。で、部屋でくつろいでる時にお疲れ様ですって帰ってスパイク磨いてシャワー浴びて、そしたらヘネシーがパンかもしれない。だからパンと、なぜかヘネシーを飲んで風呂上がりに飲んでほしい。飲めって言うから、はいっつって。ヘネシーでよかった。お疲れになったと思われてる。俺さ、キャンプの打ち上げの時にさ、ヒラシこっち帰って扱いの、いや扱いやばいからとか言ってた。まあいいやと思うよ。みんなで飲んで、そのうちさ、おい扱い
か言って言い出すわ。これ圧巻飲むと修羅になるわけ。あ、そうなんですか。それで最後の締めに監督が、まあ、挨拶するじゃない。で監督が挨拶し始めた時に、まあ、誰がごちゃごちゃ言うかしたんだろうな。ほいだ監督も、もう誰だって。あ、ノブラエラグは田中ポカンドだよ、おめえ。とか言って言うわけ。おいや、ね、そうとか思ってたら開幕投手だ。そういう度胸が気に入ったんだ。すごい、それがいいや。度胸も何もさ、手段なだけだよ。覚えてないだろ、当然。それ覚えてない。部屋帰って気がするとびちょびちょでした。まあ、超本人は俺が飲ました。ピクサーがいたんすね。開幕投手で勝ったんだな。勝ってないし。その勢いじゃん。その勢いで勝てないっすよ。